こんにちは、お元気ですか？元気があれば何でもできるイブセです。今回はですね、趣向を変えまして Q&A 方式でやってみたいと思います。テーマは世界平和です。どうすれば世界は平和になるのでしょうか？それでは早速行ってみましょうね。まずはこちら、話し合いで解決するのでしょうか？それはね、確かにね、話し合いで解決するっていうのが一番ですよ。まあロシアとウクライナのね話でもそうですけどね、もう戦争なんかバカらしいからお互いもうやめましょうよっていうふうに話し合って、それで解決するっていうのがね、まあそれはもう理想です。一番いいことですよ。でも本当にそれで解決するんでしょうか？現在ね、ウクライナとロシアは停戦交渉に、まあ、入るとか入らないとか、まあ、何度か話し合いはしたみたいなんですが、まあね、いろんなね、そういうニュースが流れていますけれども、あなたはどう思いますか？話し合いで戦争が本当に解決すると思いますか？もちろん理想です。話し合いで解決するの一番です。武器とか兵器とかね、兵隊さん送り込んで死ぬの死なないのっていうことでね、殺し合ったりするのは本当バカらしいことですから、話し合いで解決するのが一番いいことです。それは誰だって分かってます。でもそれがなかなかできないからね、力と力でガーンと、軍事力と軍事力でガーンとやっちゃおうっていう、まあそういう話ですよね。でこの人がこんな発言してます。ウクライナ問題は制裁より話し合いが一番だ。岸田首相自らが両者に話し合うよう働きかけてほしいという。まあこのね、維新の会のね、鈴木さんが発言したことでね、ネットでもね、鈴木さんめちゃくちゃ責められてますよね。まあ確かにね、まあ要はね、日本が間に立って平和を取り戻したってなると、岸田さん、歴史に残りますよね。そういったことをやりんさいっていうことかもしれませんね。そしてこの人、共産党のね、C さんが、またまた同じ、まあ、3月17日の段階でこんな発言してるんですね。会見で日本を守るにはどうしたらと問われて、こう答えたらしいです。相手が軍事各力の論理で来たときに、こちらも軍事各力の論理で対抗すれば、軍事対軍事の果てしない悪循環になり、一番危険なことになる。東アジアを平和と協力の地域にしていくための ASEAN と協力し、憲法9条を生かした外交戦略こそ必要だと。まあ、以前私ね、広島お好み焼きが私のソウルフードだって言ってね、広島お好み焼きを世界に広めたら平和になるんじゃないかみたいな発言私ちょっとしましたけどね、それと同じぐらい、憲法9条を生かした外交で、世界が平和になるっていうのは同じような発想だと私はそんな風にちょっと言ったんですけどね。まあ言うたら、絵空ごと、まあ机上の空論、まあそんな感じが私はしますね。まあ確かに理想です。先ほども言いました、話し合いで決めるというのが理想です。もう世界各国がね、日本の憲法9条みたいな平和憲法っていうものを憲法の中にね、絶対武力は使いません。威嚇、軍事力で威嚇したりなんかもしません。交渉の、材料に軍事力を使いませんっていうような条項を全ての、世界中の全ての国の憲法に明記するんであれば、それはいいことです。間違いなく戦争はもう終わっちゃうと思いますけどね。まあだからそういうふうに日本は、各国の憲法の中に平和憲法、平和っていうものをね、軍事力を一切使わない、放棄するっていうのをね、全ての国に入れてくださいっていうふうに働きかける。まあこれ理想の綺麗な、もう綺麗事ですけれどもね、そういうふうに働きかけるっていうのは、まあ、まあ悪くはない戦略かなとも思いますけどね、そんなことで戦争が終わるとはちょっと思えないですよね。皆さんの意見もね、ぜひ聞かせていただければと思います。そしてこの人、坂本龍一さんがね、こんな発言もしてますね。戦争は外交の失敗と定義されている。
攻めてきたらどうするんだという人がいるが、攻められないようにするのが日々の外交の力。それを怠っておいて軍備増強するのは本末転倒ですねっていう、まあ、その通りですよね、日々の外交で怠ってる怠慢なんですよ。ちゃんと外交努力をしていないっていうことですよね。まあ、例えば北朝鮮がミサイルをボーンと飛ばしてきた。それに対して日本はどんな外交をしてんのか、甚だ遺憾であるっていう遺憾法をね、マスコミの前で言うだけで、強く激しく抗議したなんて言うけど、実際はねファックスを1枚送っただけみたいなね、そんな外交をしてたんじゃね余計危ないですよ。私はそう思うんですけどね、どうでしょうか。まあね、これは本当理想論です。話し合いで解決するというのは理想です。もちろん理想を忘れちゃいけません。でもね、そんなことで戦争が終わったりなんかしません。もう今でも世界のどこかで戦争しているわけですから。そしてね、こういう考え方もありますよね。戦争を終わらせるための戦争、まあ、だから、ウクライナとロシアが今ねそういうことになってます。もっと強い国がボーンと介入して、終わらせるっていうね、そういうやり方で本当に平和になりますかってことですよ。あなたどう思います？こちらの本、1914年にですね、イギリスの作家のウェルズという人が、まあ、新聞記事にねずっと連載で、寄稿していた記事があるんですけど、その記事を集めて出版した本の表題が戦争を終わらせるための戦争、そういう表題だったんですね。これが後の戦争のキャッチフレーズとなったということなんです。で、そのキャッチフレーズに使った人がこの人です。この人、この写真見ただけじゃ分かんないですよね。ウィルソンです。第一次世界大戦への参戦を決めたアメリカのウィルソン大統領です。この大統領がこの言葉を使ったことで有名になりました。ウィルソン大統領は、国際連盟、今の国連は国際連合ですから、この国際連合の前身ですね、国際連盟を作って、まあ、作った人ね、まあ、それでノーベル平和賞を受賞してるんですけれども、国際連盟を作っておきながら自分でまた潰してるんですけどね。で、その時に日本が提案した人種差別撤廃法案、これね、賛成多数でね、もう法案可決しそうになったんですけど、このウィルソンが、こういう重要な法案に関しては前回一致でなければならないみたいなわけわかんないことを言い出してですね、潰した張本人です。で、またこのウィルソン大統領っていうのは、ユダヤ系金融資本に牛耳られた操り人形だとも言われてます。まあ、詳しくはね、ネット上で検索していただければ、ウィルソン大統領のね悪事の数々、そしてどのようにしてね、ユダヤ人たちにこのね、この操られていったかっていう、そのきっかけなんかもね、ネット上にいっぱい出てますからね、ぜひね検索してみてください。このウィルソン大統領からアメリカがどん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 毒されていくんですね。で、その後アメリカは戦争を終わらせるための戦争を次々と起こしています。まあ、例えば第二次世界大戦もそうですよね、朝鮮戦争もベトナム戦争もそうですし、 9.11 の戦争なんかも、まあ、どちらかというと戦争を終わらせるため、まあ、9.11 の場合はテロを終わらせるための、ね、戦争を起こしましたね。で、アメリカとはもう全く関係ないところで起きた戦争に首を突っ込んでいます。まあ、9.11 は関係ないことはないですけどね、国際トレードセンター、ワールドトレードセンタービルをね、爆撃されたわけですから、まあ、ある意味復讐のためのね戦争でしたけどね。まあ、でもね、ベトナム戦争なんかはね、アメリカとはほとんど関係ないところで行われてるのに、首突っ込んでますよね。では、この国際連合、国連の活動で平和になると思いますか？国連っていうものがある、だけどそんなもので本当に平和になるんでしょうか？このクエスチョン、あなたはどう答えますか？これね、カント、プロイセンの哲学者カント、この人が
永遠平和のためにという、まあ、そういう政治哲学書を、ね、表してるんですけども、その中で提唱していることなんですね。で、カントはこの本の中で次のようなことを語っています。共和的な国際連合の枠組みを樹立することで世界共和国を形成すれば平和を維持することが可能である。まあ言うたら国連ですよね。あとニューワールドオーダー、もう世界政府、統一政府、世界統一政府を作ってね、ガツンと悪いことをする国はね、ガツンとやっちゃうっていうね。まあ言うたらね、まあ江戸時代なんかはそうですけどね、農民一揆が起こって農民に対してね、人権を無視するような扱いをしてた藩はね、お家断絶、取り潰しになるっていう、まあ、そういう時代が日本にはあったわけですけどね、あれをね、もう世界中でやったら面白く、まあ、平和になるんじゃないかっていうのが、まあ、カントの意見ですよね。まあ、要はですね、どういうことかって言いますと、国家間の係争を裁くために国際法というのが実際あります。そして国際裁判所っていうのがあります。だけどそれを履行するための国際機関がなければ何の役にも立ちません。そうですよね。まあ、例えば、竹島は日本のものだ、歴史から見てももう日本のものだっていうのに韓国は支配、実効支配してますよね。あと南沙諸島もそうです。フィリピンやベトナムの、ね、領海内で人工島を作って要塞化してるね、シナなんかはね、どう考えても国際法違反です。実際に国際裁判所でこれは違憲だよっていうふうにもう決定されているのに、それをね、こう強制的に履行するような役機関がないわけですよ。だからもう無視ですよね。国際裁判所がそういうふうに取り決めたとしても無視しちゃうわけですよ。で、国際連合というのは実際あります。国連というのはありますけれども、常任理事国の一国でも拒否権を発動すれば何も決めることができません。つまり国連というのは全く役に立たないわけですよ。何のために国連ってあんのっていう感じしますよね。まあそれに国連に対してね、日本はもう多額のこう献金をしてるわけですけれどね、もうお金出すのやめた方がいいんじゃないかと思いますけど、まあ、やめるとまたね、アメリカの方からいろいろとね、イチャモンつけられてしまうんでしょうけどね。しかもですね、国連だけでなく国際機関のほとんどは闇の組織に支配されています。そうなんですよ、まあ、いわゆる DS とかね、まあ、こういうことを話するとまた都市伝説的な話になっちゃうんですけどね、まあ、私は都市伝説アーバンレジェンド専門ですので、レジェンド的な話をね、都市伝説的な話大好きなんですけどね。むしろこういうね、国際機関っていうのは戦争を起こす側に回っている可能性があります。国連もそうですよ。なんかね、戦争をわざと起こそうとしてる、まあ、そんな風に見えるんですよね。そんな風に見てるのは私だけでしょうか。さらにね、 IMF ってあるじゃない、国際通貨基金のね、IMF などの金融関係の国際機関いっぱいありますよね。アジア開発銀行とかね、国際銀行とかね、あります。そういった金融関係の国際機関っていうのはね、狙った国をわざと破綻させてですね、借金付けにして奴隷支配する仕組みを担っているんじゃないかなと、また都市伝説みたいな話になっちゃいますけど、そんな風に思うのは私だけでしょうか。じゃあどうすればいいんでしょうか。まあね、そんな風に国際機関は闇の支配者にもうね、牛耳られているし、どうにもならんですよね。まあ、一つ考えられるのは、これあくまでも私の考えですけど、まず最初にやるべきは闇の支配者たちを全員潰すことじゃないですかね。もうそういうふうに、戦争でお金儲けする連中ですよ、そういう連中を全部潰していかないと国家間同士の話し合いもうまくいかないですよ。戦争を起こしたって余計彼らの力をこう増やす、強くするだけですよね。戦争をすることが本当にバカらしい。すればするほど彼らにお金がチャリンチャリンチャリンと入っていくわけですから、彼らの支配権がどん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 強くなっていくってことですからね。
ですから、まずは戦争で金儲けしている連中を潰すこと、そのことをみんなで考えていく、そういう必要があると私は思うんですよね。でね、もう一つの方法として、この仁義なき戦いを思い出してほしいんですよ。まあ、今でもそうですけど、山口組っていうのが日本を牛耳ってるヤクザの世界ですよ。闇の世界です。裏社会ですけど、裏社会のヤクザの世界では山口組っていうのがめちゃくちゃ大きくて日本を牛耳ってるわけじゃないですか。で、この仁義なき戦いというのは広島でその構想があった、実際にあったことをモデルにして作られた映画なんですけど、山口組の内部抗争があるあったわけですね。まあ、今でも内部抗争があって、神戸の山口組と世界制覇を狙ってる、全国制覇を狙ってる山口組と、内紛があって、広島でその代理戦争なんかもあったんですけどね、それで広島がぐちゃぐちゃになっていった、そんな時代の話が仁義なき戦いという映画になってるんですけどね、わしゃ広島出身じゃけんね私は広島出身なんでね、広島大好きなんですけれども、日本中に覇権を広げる山口組に対して、そげんこと代理戦争なんかしとっちゃいけんでいうことで、広島県内のヤクザが結束してですね、共生会という組織を作って対抗したんですね。今でもこの共生会というのはあるんですけど、共生会というのはね、あくまでも政治結社ですからね、ヤクザの組織じゃありませんからね。今のね、日本の法律だとヤクザのね、組のあの看板掲げただけで逮捕されてしまうという、非常に強い、どういうんですかね、民暴っていうんですか、暴力団っていうものに対してすごく強制する法律がちゃんとできてるんですけれども、この共生会という組織があるおかげで、現在でもですね、広島っていうのは山口組系の、また反山口組の事務所がない、空白圏なんですよ。すごくないですか。私は広島県のね、福山市っていうところだったんで、福山市っていうのは浅野組というね、組が、もう強い組がありまして、私の先輩とかね、同級生とかね、ちょっとやんちゃしてた友達なんかは、その浅野組に入っちゃうんですよね。そういう浅野組なんかもこの共生会の一員でね、頑張ってるんですけれども、そんな風に県内をですね、広島県内をね、共生会のいろんなちっちゃなこの組がですね、この頑張ってですね、山口組系ないしは反山口系組をですね、広島から追い出してるんですよ。そういう現実があるんですよね。これって国際世界のね、国家間のこの争いごとにもなんかね、当てはまると思いません？これもね、理想論ではありますが、しかもこんなことを言うと皆さんから反撃を食らいそうですが、私もね、これはね、あくまでも一つの方法としてね、考えていただきたいんですけど、シナとか朝鮮半島の国とか日本とか、この三国が手を結んだら世界最強だと思いません？経済圏としてはもうすんごい経済圏ができてしまいます。そうやって広島の共生会みたいな会を作ってですね、この極東から戦争勢力を追い出すんですよ。そうすると極東が空白地域になりますね。で、極東の地域が手を結べば経済的にもうまくいきますね。これってある意味ブロック経済とも言えるんですけれども、そういう方法もあるよと、そういうことです。これは一つの提案です。あくまでも一つの提案。そんなことで、まずね、いがみ合ってるこの三国が手を結ぶっていうのは、ありえないですけど、理想としてね、一つの理想としてね、そういう方法もあるよということでございます。いかがだったでしょうか。いくつかね、世界を平和にする方法をね、ご紹介しましたけれども、どの方法もね、そう簡単にできることじゃないですけどね。いっそのことを私はね、思うんですけど、善良な日本人が世界の支配者になって平和をもたらしたらいいのになって思うんですけどね。それではね、最後に一枚の写真をお届けして終わりたいと思います。その写真というのがこちらです。ドン。
これ江戸時代の出島の話ですね。関東の話をねちょっと出しました。関東がですね、実は日本の江戸時代のことを取り上げてですね、鎖国政策っていうのを高く評価してるんですよ。要は鎖国、各国が鎖国してしまえば、そうですよ、平和になりますよね。グローバリストのね、反グローバリストっていうことですけどね、グローバリストたちにね、ふざけんじゃないっていうふうに、各国が全部鎖国したら、確かにそうですよね。関東っていうのはね、反ユダヤ主義者だったんですよね。っていうのもあります。いかがだったでしょうか。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、ぜひぜひぜひよろしくです。ご清聴ありがとうございました。